土木技師さんのためのレビット入門第4章オートディスクシビュー 3D との連携レビットでの橋梁モデル作成テンプレートシビュー 3D のデータの読み込み。ミムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルで動画で解説をしています。お問い合わせは LINE でお願いいたします。レビットでの橋梁モデルの作成。まずプロジェクトテンプレートの選択をします。今回は橋梁なので構造のテンプレートを選択してください。選択していただいたらプロジェクトブラウザーの構造付設の中のレベル1をクリックします。リボンタブ挿入のリンクの CAD リンクで先ほど書き出したエクスポート DWG を選択し現在のビューのみのチェックを外します。カラーはモノクロにし配置は自動共有座標を指定にしてください。位置合わせをクリックし警告文はそのまま画面の右上にある×印で閉じてください。 3D ビューで確認していただくと基準点が離れているのでプロジェクトの基準点から右上に小さく表示をされるはずです。ラインアットで特選動画と無料体験をお楽しみください。登録特典その1、登録特典その2、登録方法は LINE で検索してください。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインは